機動部隊とは、機動性の高い部隊。陸軍では、戦車、装甲車などを装備した部隊を、海軍では、航空母艦を中心に、巡洋艦、駆逐艦で編成された部隊を意味する。城塞、陣地、洋上戦における白地や港などの、起動できない、戦闘部隊である、守備兵力の対語である。機械に乗じて、相手に素早く接近し、敵指揮官。 部隊の精神的バランスを崩壊させるための部隊として、不評と騎兵に区分されることがある。また、日本の空母部隊においては、軍隊区分による部隊号として使用された。海外の空母部隊も、機動部隊と日本語訳されることがある。歴史上、機動部隊を、不評と騎兵に区分すると、不評は地域を、占領確保し、維持できる。 唯一の部隊であり、騎兵は襲撃によって敵を撃破できる唯一の部隊であるが、地域を占領確保することはほとんど不可能である。紀元前490年マラトンの戦いにおいてマラトンに上陸したアケメネス朝ペルシア軍が旧車部隊と機動部隊を縦にしたため、機動部隊は身動きができなくなり、 混乱して、劣勢の宛て軍に撃破された。機動部隊は前後左右に運動しながら行われるので、火力部隊の配置が、機動部隊の行動の邪魔になることを回避しなければ、ならなかった。以来、ヨーロッパの陸軍は、火力部隊の展開は両側に配置するか、機動部隊の行動しない間劇に配置するように、している。陸軍における、機動部隊の概念は、 時代や平成、技術の発展や各国軍の方針により、様々であるが、概ね主力部隊と比較して、高速機動力を発揮、あるいは任務に応じた部隊である。その編成には、機兵や自動車化風評などの機動力に優れた兵種が多く、含まれる。常設の部隊ではなく、部会別動隊などの必要に応じて、タスクフォースとして臨時に編成されることも多い。 陸上の機動部隊の例としては、アルジェリア戦争中のフランス軍の例が挙げられる。アルジェリア戦争で、フランス軍は40万人を超える大軍を動員したが、中流軍14個師団のうち10個師団は指定された地域に貼り付け、その地域内で警備とゲリラの平定を担当していた。残りの2個機構師団と2個空挺師団が、 機動部隊として運用され、主要都市部やゲリラのこもる山岳地帯から、サハラ砂漠やモロッコ、チュニジア国境地帯など重要無人に展開し、貼り付け師団を保管する形で状況に応じ各地で作戦した。なお、相対的に優れた機動力を持つ、騎兵部隊や気候部隊や機械化部隊及び航空部隊などを総称して、機動部隊と呼ぶこともある。 第二次世界大戦時の日本陸軍のエアボーン部隊は、その創設にあたって、陸軍全部隊から精鋭が募集されたが、秘匿性を維持するために、空挺部隊、落下山部隊、停心部隊などと称さず、機動部隊と称されていた。大日本帝国1941年4月に、空母を主体とした第1航空艦隊が編成され、真珠湾攻撃のために、 軍隊区分でた艦隊の補助戦力をこれに加えて、機動部隊が編成された。これは、史上初の傭兵思想で編成された部隊であった。これは、1937年に発生した品事変で、複数の航空隊を軍隊区分で、第1、第2連合航空隊とし、さらに2つを合わせて、連合空襲部隊を編成したことで、第三艦隊所属の航空隊が、 統一指揮下で航空作戦を展開したため航空兵力集中運用航空艦隊編成の思想に影響したという意見がある。また、1940年6月9日に第一航空戦隊司令官小沢次三郎少将が海軍大臣に提出した航空艦隊編成に関する意見書の影響が指摘される。意見書の内容は 全員航空部隊は、県政において、統一指揮下に集め、最高指揮官は連動を承知し、不揃いのないように計画指導し、統一指揮のために通信網を整備し、完熟訓練をする必要があるので、そのために訓練も一つの指揮下に、航空戦力を集めるべきであるというものであった。一交官は、南方作戦において活躍し、 1942年6月のミッドウェー海戦によって壊滅した。1942年7月、新たな主力空母部隊の第3艦隊が編成され、1944年3月1日には第2艦隊と編合わして第1機動艦隊が編成された。機動という語が艦隊の部隊号として初めて採択された。 航空主兵思想に切り替わったという見方もあるが、実態は二つの艦隊を変合わしたに過ぎないという見方もある。ただ、前衛部隊を軍隊区分によらずに指揮下の部隊から、重当できた。機動部隊である第三艦隊が、統一指揮を行ったのは、南太平洋海戦後の研究会で、草加龍之介少将から、機動部隊指揮官が、所在部隊を、 統一指揮する必要がある。第二艦隊司令長官が指揮するのは、作戦上具合が悪いと意見したことで、1943年8月に解決し、建政上は1944年3月になった。1944年6月、マリアナ沖海戦で、第一機動艦隊の艦載機は、壊滅状態になり、11月、レーテ沖海戦で、 機動部隊の空母をすべて失う。同年11月15日、第1機動艦隊を呼び、第3艦隊は解体された。アメリカ合衆国アメリカ海軍の空母部隊は、太平洋戦争開戦前、ウィリアム・ハルゼー中将の指揮する空母3隻、水蒸気母艦2隻からなる部隊が、補助戦力として、ハワイにあった。これは、 戦艦部隊の決戦の支援が任務であったが、日本のように戦艦部隊と完全に二分化されたものではなかった。アメリカ海軍にはタスクフォースという任務に対応する部隊編成の思想があり、当時戦艦部隊はタスクフォース11、空母部隊はタスクフォース16、タスクフォース17となっており、この思想は海戦以降の作戦に役立った。 1941年12月、真珠湾攻撃で戦艦を失い、戦艦部隊、直江防空兵力として行動していた空母を空母部隊に戻して、ヒットラン作戦で日本の拠点に空襲を開始した。その後、三五海海戦、ミッドウェイ海戦で日本の機動部隊と交戦し、日本の侵攻を阻止した。1943年、 ガダルカナル島の戦いに勝利したアメリカ海軍は兵力を艦型別に編成するタイプ編成と臨時に作戦任務部隊を編成するタスク編成を導入しこの編成で10月より反抗作戦を開始した1943年8月空母サラトガを中心としてフレデリック・シャーマン少将の指揮下で タスクフォース38が誕生し、終戦まで活躍した。この部隊は、第3艦隊所属の場合にタスクフォース38、第5艦隊所属の場合にタスクフォース58と、名称を変更していた。末期には、正規空母、軽空母18隻で、空母軍5つを展開していた。イギリス・イギリス海軍では、 1942年初旬にインド洋作戦で一交換の来週を察知した東洋艦隊の戦艦5隻、空母3隻からなる機動部隊が行動していた。沖縄戦では空母4隻を中心とした機動部隊がアメリカ艦隊と行動していた。アメリカ合衆国冷戦時代にアメリカ海軍は強大な空母戦闘軍を整備した。 ソビエト連邦軍の対艦がミサイルや潜水艦に備えて防衛システムをさらに発展させた。ジョージ・ワシントン打撃軍原子力空母1隻を中心にして周辺をイージス巡洋艦、イージス駆逐艦、攻撃型原子力潜水艦等で護衛している。随伴している艦艇は合計で5から6隻程度。機関任務はブルーリー自給のような式専用艦や 通信機能の充実している大型揚陸艦などが、有機的に受け持つ。ニミッツ級の最大搭載機数は90機であるが、冷戦の集結により現在は F、A-18C、DE、F 戦闘攻撃機が50機程度、EA-18G 電子戦機が数機、E-2C、理想機警戒機が数機、対戦障害と急難用に、 sh-60c ホーク数機、合計70機程度と一時期よりは、搭載機数が抑えられている。世界中に展開する空母打撃群には、高速で随伴する補給艦も同行している。また、水面下では、原子力潜水艦が随伴していて、空母打撃群の前自紹介やトマホーク、巡航ミサイルの攻撃任務を行う。原子力潜水艦よりも、 さらに前方は、世界中に、前方展開している、陸上基地から飛来した、P、P-3C 地上配備哨戒機が、前路哨戒をし、空母から飛び立った、e、E-2C、理想機警戒機が空を監視する。ボノムリシャール遠征打撃軍、空母打撃軍と並ぶ、アメリカ海軍のもう一つの機動部隊といえるのが、遠征打撃軍である。従来からあった、 両洋速応軍を拡張したもので、強襲揚陸艦、ドック型揚陸艦、輸送揚陸艦に、イージス艦を含む、水上戦闘艦艇を3隻と、攻撃型原子力潜水艦に1隻を加えて、対地、対空、対水上、対戦の攻撃能力を高めたものとなっている。上記の揚陸艦には、約2200名の海兵遠征部隊が乗り組んでいる。 上陸作戦を行う場合にはこれらが主戦力となる。強襲揚陸艦には、ハリアー 2F-35B を20機程度搭載可能で、限定的ではあるが空母打撃軍の代替的な行動が可能となっている。イギリス戦後、イギリス海軍は、イギリス帝国の衰退やイギリス自体の経済難、財政難によって、規模の縮小を余儀なくされた。 空母戦力も1966年度国防白書によって、クバ0 1級の計画中止と将来的な正規空母全廃が決められ、1978年のオーディシャス級アークロイヤルの退役により、イギリス海軍から正規空母は消滅した。その代替として、ストブル機を搭載した軽空母のインビンシブル級が建造され、 これとストブル空母として改装された戦闘級ハーミーズを中心とする機動部隊がフォークランド紛争で活躍した。ありがとうございます。